バーミンガムダービーはイングランドのバーミンガム市に本拠地を置く2つのサッカークラブアストンビラ FC とバーミンガムシティ FC の対戦のことである。バーミンガム市がイギリス第2位の人口を持つ都市であることからイギリス国内ではセカンドシティダービーと呼ばれることが多くバーミンガム市が所在する地域名からウェストミッドランドダービーとも呼ばれる。特に断りがない限りこの項では アストンビラ FC をビラ、バーミンガムシティ FC をバーミンガム、自治体としてのバーミンガムをバーミンガム市と表記する。両クラブが異なるディビジョンに所属しており、対戦の機会がなかった1988年から2002年を除き、一般的には両クラブは互いを最大のライバルとみなしている。対戦がなかった期間はビラの最大のローカルライバルは、 コベントリーシティ FC であり、バーミンガムの重要なローカルライバルは、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と、ウアストブロムウィッチ・アルビオン FC であった。両、クラブとも教会の信者によって結成されたクラブであるが、現在では、宗教的背景は消し去られている。ビラの支持層は、市北部郊外在住の中産階級が多く、バーミンガムの支持層は、市南部や、 東部在住の労働者階級が多いとされることがある。両クラブのリーグ戦での成績一覧両クラブは1879年9月27日に初対戦したが、バーミンガムはまだスモールヒースアリアンスという名称であった。この試合はスモールヒースのマンツストリートグラウンドで行われ、格下とみなされていたスモールヒースが1から0で勝利した。 1887年、ウェリントンロードで行われた FA カップ2回戦で、両者が対戦し、ビラが4から0で勝利してダービーにおける初勝利を挙げた。リーグ戦での初0合わせは1894から95シーズンであり、ビラが2から1で勝利した。第一次世界大戦勃発前までに、ビラは6度のリーグ優勝、5度の FA カップ優勝を飾り、 バーミンガム市のみならず、イギリス中で人気のあるクラブだった。1925年にビラパークで行われたリーグ戦では、試合終了11分前の時点で、ホームチームが3から0で勝利していたが、試合終盤にバーミンガムが立て続けに得点して、ドラマチックな引き分けに持ち込んだ。1926年にはビラが、トム・オリングと契約して、 新聞の一面を飾り、彼がリザーブチームで初出場したバーミンガムとのリザーブ戦には2万3000人もの観客が集まった。1962から63シーズンに両者がフットボールリーグカップ決勝で激突した試合は特に重要な対戦に数えられる。このシーズンのリーグ戦ではビラが4から0で完勝していたがリーグカップでは バーミンガムが2試合合計3の1でダービーを制し、クラブ初の主要タイトルを獲得した。1970年代後半から1980年代前半の両クラブは、ファーストディビジョンが定位置であり、両クラブともに、クラブ史に残る、好成績を残した。1980から81シーズンはビラが、バーミンガムに2連勝し、 さらにリーグ優勝を飾った。1981から82シーズンにはビラが UEFA チャンピオンズカップで優勝したが、1982から83シーズン最初の対戦ではバーミンダムが3-0で勝利した。1980年代中盤には両クラブは急速に衰退していった。1986年3月にビラパークで 行われた試合では、バーミンガムが3-0で勝利したが、バーミンガムは、シーズン終了後に降格し、ビラも、翌シーズン終了後に、ライバルに続いて降格した。両者が、セカンドディビジョンに在籍していた1987から88シーズン、ビラパークで行われた試合では、バーミンガムが2-1で勝利したが、セントアンドルーズで行われた試合では、 ガリー・トンプソンの2得点で、ビラが2から1で勝利した。1988から89シーズンのフットボールリーグカップでは1980年代のカップ戦を通じて、初めて両者が激突し、ビラが2試合合計7から0で圧勝した。1992年にプレミアリーグが創設されたが、両者は、 リーグ戦で対戦する前に1993から94シーズンのフットボールリーグカップ2回戦で対戦した。セントアンドルーズでのファーストレグでは、ジョン・フレーンの PK をマーク・ボスニッチが止めて0から0の均衡が続いたが、ケビン・リチャードソンが決勝点を決めて、ビラが1から0で勝利した。ビラパークでのセカンドレグでは、 ビラのディーン・ソー・オン・ダースの決勝点とバーミンガムのポールタイトの退場がハイライトとなった。2試合合合計2から0で勝利したビラはその後も勝ち進み、決勝でマンチェスター・ユナイテッド FC を破って4度目の優勝を飾った。バーミンガムが2002年にプレミアリーグに昇格したため、2002から03シーズンには両サポーターが熱望していたリーグ戦でのダービーが15年ぶりに、 開催され、バーミンガムが2勝した。2002年9月16日の対戦は、バーミンガムが3-0で勝利したが、バーミンガムが得点するたびに、サポーターがグラウンドになだれ込み、3度も試合が中断した。サポーターの侵入を許したバーミンガムには2万5000ドルの制裁金が課せられ、治安便乱罪で2人のサポーターに実刑判決が下された。 2003年3月にビラパークで行われた試合では、試合前に観客が暴動を起こすほどの熱気を持ち、ビラのディオン・ダブリンとジョー・イク・ジョン・ションの2選手が退場処分を受けたほか、試合後には、スタジアム外のウィテン・レーンでもトラブルが発生し、両サポーターを隔てようとした警官に投石が行われた。また、このシーズンは、ホームアウェーどちらの試合でもビラの GK、 ペテル・エンケルマンがミスを犯している。2003から04シーズンのリーグ戦は2試合とも引き分けに終わった。2から2となった試合ではビラが2点のリードを築いていたが、ロスタイムのスターン・ジョンの得点などでバーミンガムが2の2の引き分けに持ち込んだ。どちらの試合も酒に酔ったサポーターの衝突を防ぐためにお昼時間にキックオフされ。 盛り上がりには欠けたものの意図は達成された。2004から05シーズンはバーミンガムが勝利を取り戻した。2004年のクリスマス直前にビラパークで行われた試合は2から1でバーミンガムが勝利し、2005年3月に行われた試合では2から0でやはりバーミンガムが勝利した。直接的に敗北という結果につながったかどうか議論の残るところではあるが、 どちらの試合でもビラの GK、トーマス精錬戦がミスを犯している。2005から06シーズン最初の対戦では、ケビン・フィリップスの得点で、ビラがバーミンガムを破った。2006年4月16日に行われた2度目の対戦では、ミラン・バロシュの2得点とガリー・ケーヒルのバイシクルシュートで、ビラが3から1で勝利した。バーミンガムは、 シーズン終了後にフットボールリーグチャンピオンシップ広格となったが、1シーズンでプレミアリーグに復帰した。2007年11月14日のセントアンドルーズでの対戦はビラが2から1で勝利し、ダービーでの3連勝を決めた。かつてビラに所属した経験のあるリアム・ムリッジウェルが、 オーンゴールを喫して、ビラが1から0でリードし、ミカエル・フォルセルの得点で、バーミンガムが追いついたが、ビラのガブリエル・アグボン・ラホールが、ヘディングで決勝点を決めた。試合後のグラウンド外では両クラブのサポーターが、衝突し、20人以上の警官が負傷した。2008年4月20日にビラパークで行われた、ダービーは、ビラの5から1の勝利に終わり、 過去40年間のリーグ戦で最大の得点差がついた試合となった。ビラは2009から10シーズンに行われた2試合のダービーにも連勝した。2009年9月13日にセントアンドルーズで行われた試合はアグボン・ラホールが決勝点を決めて1から0で勝利し、ビラパークで行われた試合はジェームズ・ミルナーの決勝点でやはり1から0で勝利した。 2008から09シーズンと2009から10シーズンは4試合のうち3試合で80分を過ぎてからビラの選手が決勝点を挙げて勝利した。それまでのビラの連勝記録は1987年から1993年に達成された6連勝であったが2010年4月25日にビラが本拠地で1から0と勝利し17年前に達成された 連勝記録に並んだ。同年10月31日の対戦は、スコアレスドローに終わり、2005年から続いていたビラの、連勝は6で途切れた。ビラパークで行われたこの試合と12月1日に、セントアンドルーズで行われた試合では両クラブの、サポーターとフーリーガン集団が衝突して、多数の逮捕者が出た。ビラパークでの試合では、スタジアムの外で暴力が見られ、 バーミンガムのクラブチーフを含む数人が逮捕された。セントアンドルーズで行われた試合はバーミンガムが2-1で勝利し、試合後にはバーミンガムのサポーターがグラウンド上に乱入してビラのサポーターと向かい合った。これらは暴力沙汰に発展し座席が引き剥がされたほかビラのサポーターがバーミンガムのサポーター席に向かって物が投げられた。 試合前と試合後には、ビラのフーリガンが、バーミンガムのサポーターズパブを襲撃し、試合は両クラブのサポーターによって、交戦地帯と表現される始末であった。サポーターを制御できなかったとして、バーミンガムには、イングランドサッカー協会から40万ポンドの罰金が課せられた。2011年4月10日、BBC による、 ポリスアカデミー UK というドキュメンタリー番組でバーミンガム氏が特集され2010年12月1日のダービーにおける暴力行為が放映された2011年6月17日バーミンガムのアレックス・マクリーシュ監督がビラに引き抜かれイングランド中に衝撃を与えたマクリーシュ監督は2011年2月にバーミンガムに初タイトルをもたらしたため バーミンガムのサポーターはライバルクラブに移籍した監督の裏切り行為に激怒し、その一方でビラのサポーターはライバルクラブを率いていた監督の就任に困惑した。アメリカ人のランディ・ラーナー会長がマクリーシュ監督と接触した際には何百人ものビラのサポーターがビラパークでラーナー会長に対する抗議を行った。ビラ監督就任後、 マクリーシュ監督は両クラブのサポーターから死の脅迫を受けた。論争をもたらした監督の遺跡騒動は両クラブの選手、サポーター、オーナーの間の緊張感や敵意を増幅させ、さらにバーミンガムのディレクターはビラが不正な引き抜きを行ったとして法的行動を取る覚悟があると迫った。マクリーシュ監督はまだ バーミンガムとの契約下にある6月12日に辞任を発表していた。マクリーシュ監督はバーミンガムからビラに直接移籍した初の監督となった。1887年の FA カップでの対戦以来、2010から11シーズン終了までに主要大会で通算120試合が行われ、ビラが51勝、バーミンガムが38勝、 引き分けが31試合である。1895年7月7日に行われたファーストディビジョンの試合では、ダービー史上最多の10得点が記録された。1988年11月9日に行われたシマドカップの試合では、ダービー史上最大の6点差が記録された。ダービーで4得点以上を挙げた選手を記載している。 ダグエリスは1960年代後半にバーミンガムの会長を務め、1968年にビラの会長に就任した。両クラブの会長を務めた人物はエリス一人である。1920年に両クラブ間を移籍したハリー・ハンプトン、オールドファームダービーやノースウェストダービーなどとは異なり、少なくない数の選手が両クラブを行き来している。 ビラのスター選手であったハリー・ハンプトンは第一次世界大戦後にバーミンガムに移籍し移籍先でセカンドディビジョンのタイトル獲得に尽力した。両クラブに在籍した著名選手を以下に挙げる。両クラブを直接移籍した選手に限って掲載している。このリストの選手以外にも他クラブを経由して両クラブに在籍した選手がいる。 UEFA チャンピオンズカップ優勝経験のあるデニス・モーティマーはビラのサポーターにクラブ史上最高の選手の一人とあがめられているが1986から87シーズンにはバーミンガムに在籍した。ケビン・フィリップスは2005から06シーズンにビラに在籍しウエストブロムウィッチ・アルビオン FC を挟んで2008年にバーミンガムに移籍した。 他クラブを経由して、両クラブに在籍した、主な選手には、イングランド代表のエミール・ヘスキーや UEFA、チャンピオンズカップ優勝経験のあるピーター・ウィスなどが、いる。クリス・サットンは2005から06シーズン終了後に、バーミンガムを自由契約選手となり、2006から07シーズン中盤に、ビラと契約を結んだ。ロン・サンダースは、 ビラの監督として1974から75シーズンと1976から77シーズンにフットボールリーグカップで優勝し1980から81シーズンにはクラブを70年ぶりのリーグ優勝に導いた。1982年にビラの監督を辞任してバーミンガムの監督に就任した。 アレックス・マクリーシュは2011年6月にバーミンガムの監督を辞任し、その5日後にビラの監督に就任した。ライバルクラブの強奪にバーミンガムのサポーターは強い衝撃を受け、両クラブの対抗意識が一層増した。ありがとうございます。